私です。はい、わかりました。君の提案は承認されたよ。それがいい。俺にとっても、マックエル社にとってもな。ダンパーは交換した方がいいな。いや、今はいい。いつもは万全を期すのにどうした？まあいい。次の出撃から戻ったら帰ろよ。社長、温情経営もよろしいのですが、合理化を視野に入れるべきでしょう。合理化という名の人員整備かね。高い給与水準が収益を著しく圧迫している状況では、致し方ないでしょう。マックウェル社から融資を受けるにしても、人員整理を求められますよ。神崎君、君はどう思う？若輩者が申し上げるのも、失礼なことと思いますが、現在、航空業界はどこでも経営の合理化が進められています。しかし我々にとってみれば誇りを持って働ける職場であってほしいのです。そのために会社が潰れてもいいのか。経営のイロハもわからん若造が。確かに人員整理によって経費は削減できるでしょう。しかし首を切られた人たちの知識と経験は永遠に失われてしまいます。我がヤマト航空にとってそれは計り知れない損失です。最後の朝か。音が変わったな。うん？シャッターの音が。ずっとニコンだぜ。最初は切り込んでくるような音だった。俺にはいつもと変わらないシャッター音だけどな。うん、おい信者、写真撮ってくれよ。俺は観光地のカメラマンじゃねえんだぞ。へへいいね、そんな感じ。もう一枚。新聞社に売んなよ。国じゃこれでもちった皮が売れてんだからよ。借金取りが来るってか。そういうことや。安心していいよ。そう簡単には秘密基地の写真は売れないからさ。じゃあお前何取りに来たんだよ。ヒゲだらけのおっさんの辛さ。おっと、フィルムが切れちまった。ここんとこフィルムの派遣がいいじゃないか。なあ、食堂に写真貼ってから撮ってくれって注文が多くてな。商売繁盛でいいこった。な、また日本と連絡取れないかな。そりゃまあなんとかなるが。本業の方か。交換士に話しつけとくよ。まあせいぜい頑張るんだな、そっちの方も。あと一機だね。何かだ。金がだよ。ん？おっと、これ以上は。金の亡者か。おい、金を払ったんだぜ。教えろよ。わしの店じゃ金さえ払えば何でも買える。情報だろうが戦闘機だろうがな。だけど売れないものがたった一つだけあるのさ。なんだと思う？わかんねえよそんなもの。自由だよ。こっから出るには3年の兵役を務め上げるか150万ドルを払うかどっちかしかない。おい、まさかシンは。金に一番うるさいわしが言うんだから間違いないさ。あ
と一機、多くても二機落とせば奴は150万ドル貯まる。自由になれる。毎度いいのかよ、それで。今さらバラすのか。お前、日本に帰るのか？誰から聞いた？マッコイだ。帰るのか？まだだ。あと一機か。自由になれるのか？お前には関係ない。お前、いつか俺に聞いたよな。なぜ追い回すのかって。実は、くそ、いいか、俺は、俺がここに来たのは。帰ってから聞こう。そうだな。そうしてくれ。